思ったより結構斜度があります。富士山でした。おはようございます。健太です。今日はね、大菩薩霊に来ました。今甲斐大和駅に着いたところですね。この後バスに乗って、登山口まで行きます。紅葉がねなかなか良さそうなのでちょっと楽しみです。行きます。はい、というわけで8時50分に、上日課峠着きました。でね、もうこの辺からいつかね紅葉が、これもなんて言ったっけね、この木忘れちゃいましたけど、楽しみです。じゃあここから早速登っていきます。今登山道入って20分ぐらいですね。だいぶね日も出てきて暖かくなってきました。最初の坊ちゃん荘、山小屋ですね。こちらまではアップダウンがね、軽いアップダウンがあるような歩きやすい、なんか森の小道って感じです。気持ちいい。20分ぐらいで福ちゃん荘到着ですね。さっき僕坊ちゃん荘って言いましたね。福ちゃん荘です。あ、キノコすごい。こんにちは。ちょっと上着脱ぎます。暑い。今日は唐松尾根から登ります。ここからいよいよちゃんとした登りって感じかな。ちょうど体も温まって準備運動になりました。さあ天気も良さそうだし行くぞ。唐松尾根、思ったより結構斜度があります。どこまで続くかな。今雷岩まであと多分20分30分ぐらいかな、どこまで来てるんですけど、最後の上りが結構しんどい。岩ごつごつで、シャドウも結構あって、もう汗だく。なんかあそこみんな振り返って写真撮ってるから景色いいのかな。あそこまで頑張ろう。みんな何を撮ってるかと思ったら、振り返ったら撮ってるかな。富士山でした。今1968m ぐらいのとこ来たんですけど、なんだろう、森林限界っていうわけではないと思うんだけど、この辺開けててすごい気持ちいい、景色がいいです。でね、この上の雷岩が、眺望がねいいらしくて、頂上大菩薩霊の山頂はね、木々に囲まれて、あまり眺望良くないみたいなので、まずはね、頂上行ってから、また雷は戻ってきて、ご飯食べようかなと思ってます。
むちゃくちゃかっこいいこの立ち枯れした木。一応の1時間半で雷はつきましたけど、先にね、あっちの山頂、往復20分ぐらいらしいので行っちゃいます。はい、10時45分、大菩薩霊頂上一応着きました。噂通り、眺望ゼロ。でもなんかかっこいい景色ですね。それじゃあ、雷岩まで降りて、ご飯食べまーす。何かの動物の糞ですよね。なんでしょう。いい、雷はつきましたけど、富士山隠れちゃいました。すっかりおすすまも一個も見えなくなっちゃいました。まあ、多分ご飯食べてるうちに晴れてくれればなと思います。こんな富士山が晴れれば正面に見えるとこで休憩です。ちょっとね、雷岩からはちょっと離れたところで休憩、ここでご飯作ります。いい、今日はおでんです。ちゃんとね、昆布とかつ節でちゃんと出汁を取って作ってきました。中はね、あのなんだっけ、出来合いのものですけどね、ちょっとね、冷えてきたし、おでん作ります。おでん完成。うまそう。いただきます。いただきます。まずちくわからいこうかな。いただきます。おでんにはからしですね。うまい。もし暑い、日が出るとあったかい。じゃがいも、じゃがいもはね、家で下茹でしてきました。うん、じゃがいもうまっ。締めはご飯でおじやです。よいしょ。
じゃあ出来上がり、ちょっと汁多かったけど、いただきます。反対側が真っ黒。ごちそうさまでした。さあ、だいぶゆっくりしました。今12時半でね、帰りはぐるっと回って大菩薩峠の方を通って歩いていきます。ちょコースタイム1時間ぐらいかな。もうね、雷岩から、大菩薩峠までの稜線めっちゃ気持ちいいです。視界が開けてて、あそこの紅葉も綺麗だし、あれ福ちゃん荘かな、もしかしたら。ちょっとね、歩きにくいけど、晴れてたらもっと気持ちいいんだろうな。でも1時間半で登れちゃうので、この間の新馬さんはトータル8時間ぐらいでしたもんね。今回はこれで下って多分1時間ぐらいなので、合計2時間半ぐらい。ちょろいっすね。お、ここはなんか険しいぞ。そうでもないか。お、でも結構迫力満点。登山道はこっちなんですけど、何これ、獣道かしら。獣道でしょ、明らかに。すごい、一面笹、そして紅葉。大菩薩峠までの間に、なんて言うんだろう、浜の河原、なんて読むの、ちょっとすいません、わかんないけど、に避難小屋かな、避難小屋っぽいのがありました。うん、西の河原か、西の河原。はあ、さあ、これをと、この上りを越えれば、大菩薩峠かな。ね、笹がキラキラして綺麗なんですよ。すごく好き。ここが親知らずの塔かな、親知らずの頭。ああ、見て、今通ってきた稜線です。こっからの景色もいいね。こっちから登ってもよかったな、最高。で、後ろには大菩薩湖。笹がキラキラ。はい、大菩薩峠つけました。このまま上仁賀峠降ります。あ、山山下の売ってる。お気に入りの山山下のバッジ買いました。
ちでした。うん、まずい。コースタイム計算間違えてて、こっから1時間ぐらいかかりそうなんですけど、バスがあと40分ぐらい。まあ下りはちょっと僕早い方なので、どうかな、わかんないけど、まあ怪我はねしないように降りていきます。景色もゆっくり見たいし。ここだけ苔だらけ。湧き水でも出てんのかな、不思議。ちなみに下もずっと不思議です。今1時40分なんですけど、あっという間に福ちゃん荘戻ってきました。よかった、これなら間に合うかな。ギリギリかな。さあこのまま上日課峠まで降りていきます。ギリ間に合うでしょう。そしたら温泉入れる。その次のバスがね最終なので、バスのね途中にあるんですよ、温泉が。なので最初に乗っちゃうと、そこからもうタクシーでもつかないと、駅までちょっと遠いので、なんとか2時のバス乗りたいです。黄色いもみじ珍しい。1時55分ギリ間に合いました。これも大仏撮影もね百名山の一つですけど、日帰りでね、往復3時間半ぐらいかなでね行けるので楽しかったです。じゃあちょっとバス乗るんで、まとめは後ほど。はい、バスで途中で降りて天目山を、天目山温泉、ここにちょっと入ってきます。汗だくなので。はい、ということで甲斐大和駅まで降りてきました。温泉もゆっくり入って、楽しかったです。残念ながらね山頂で富士山見えなかったですけど、百名山楽しかったです。紅葉もね綺麗だったし楽しかったです。じゃあね、今日はこれで電車乗って帰ります。また次の動画で会いましょう。ではまた、バイバイ。